公共事業労務費調査の調査票の様式1-1の作成方法について説明いたします。まず、資格取得状況の記入方法を説明します。手引きの参考資料4を参照し、資格番号を記入してください。次に、複数職種の刑務状況への記入方法を説明します。 複数職種の作業を行っていた場合は、様式1で記入した職種番号以外の職種番号を記入してください。職種番号は最大5つまでで、左詰めで記入してください。なお、6つ以上の職種を兼務していた場合は、職種番号表に星印のある38職種を優先して記入してください。次に、兼業状況の説明をします。 下の欄の該当する兼業状況の番号を記入してください。次に、過去3年間の主な就労範囲を記入します。様式1、職種番号欄に記入した職種について、主な就労範囲を記入します。就労地域の都道府県番号、就労地域の地方ブロック番号を その他の就労範囲の欄に記入してください番号は左詰めに記入してください全国に展開し就労する場合は六十のみを記入してくださいまた記入欄に限りがありますので5件以上にわたって就労する場合は地方ブロック番号を優先して記入してください次に退職金の説明をします 過去1年間に退職金を受給している場合は、その額を記入してください。次に、職界の説明をします。職界表の該当する職界番号を記入してください。次に、能力評価の説明をします。建設キャリアアップシステムと連動した能力評価基準レベル判定を行った分野を、 判定分野表から該当する番号を選んで記入してくださいまた能力評価基準によるレベル分けを能力レベル表に従って記入してください次に民間発注工事の就労日数への記入方法を説明します各労働者について様式1の労働日数の所定内の欄に記入した労働日数のうち 民間発注工事事にに従しした労働日数についいてて記入してください次に、基準内手当への記入方法を説明します。基準内手当であるものの、賃金台帳に記載のない手当の額を記入します。記入にあたっては、賃金計算期間、1ヶ月において支給した金額。日額の手当の場合は、 賃金計算期間1ヶ月の合計額を記入してください。元受け企業から直接支払われる技能レベルに応じた手当、例えば有料技能労働者手当、有料職長手当などを記入してください。賃金台帳に記載のない手当については、様式2への記入はしないようにしてください。 次に、基準外手当への記入方法を説明します。基準外手当の種類別に基準外手当の額を記入してください。これで様式1の1についての説明を終わります。